こんにちは。天気をお伝えします。午前中は札幌やこちらの小樽など雨が降ったり止んだりでした。この雨はあと1時間ほどで止む見込みで天気は回復します。代わって今の帯広はどうでしょうか。こちらは晴れていますね。今日はこのような青空のところが多くなりそうです。午後の天気と気温です。網走や根室では雲が取れにくく、山沿いでは雨のところもありますが、その他は晴れるでしょう。まだ雲の多いところも天気は回復しそうです。ただ沿岸部を中心に北寄りの風が強く、道内には冷たい空気が運び込まれます。札幌の最高気温は13度と日差しが出ても肌寒いでしょう。そして夕方以降は一気に寒くなります。気温の変化で詳しく見てみましょう。明日朝にかけて気温がガクッと下がります。旭川では今シーズン一番の冷え込みの予想で、札幌も5度を下回るでしょう。今夜は暖かくしてお休みください。昼間は気温が上がり過ごしやすくなりますが、天気はどうでしょうか。土曜日そして日曜日の天気傾向です。10月最後の週末、土曜日は安定した秋晴れとなりそうです。日曜日は全道的に雲が多くなります。夕方以降は東北でにわか雨の可能性がありますが、強く降る雨ではありませんので、傘の用意があれば外出には問題ないでしょう。代わって今の札幌です。市街地でも紅葉は見ごろを迎え、明日は青空の下紅葉を楽しめそうです。週間天気です。土日の朝は冷え込みますので、朝早くから運転される方は路面凍結に注意してください。11月スタートの月曜日から水曜日は曇りや雨のぐずついた天気でしょう。すっきりとした快晴はもうしばらく先となりそうです。来週は札幌の最高気温は13度前後でしょう。日差しが少なく肌寒い日が続きそうです。以上、天気でした。